回は揚げずに作る糖質オフでヘルシーなエビマヨをご紹介します。ヘルシーなマヨソースにたっぷり絡めてエビマヨを堪能しちゃいましょう。こんにちは、ダイエット料理研究家のりさです。今日はエビマヨを糖質オフでヘルシーに作ってワンプレートランチのメインディッシュとしていただきたいと思います。まさに高カロリーなイメージのエビマヨですが、今日はダイエット中でも安心してエビマヨを堪能できるようにマヨネーズの量をちょっと一工夫をして、そして揚げなくても十分美味しくボリューム満点に作っていきたいと思います。それではレッツクッキング。ではまずはじめにマヨネーズソースをヘルシーに仕上げるためにヨーグルトでかさ増しします。ヨーグルトは水切りをするとクリームチーズのような濃厚な味わいになるので、少ないマヨネーズの量でも濃厚でコク深いマヨソースに仕上がります。あとはヨーグルトに含まれる乳脂肪分が具材とソースとのつなぎ役として働いてくれるので、食べた時のエビとソースとの絡まり具合がグッと引き上がります。では大さじ2杯水切りしておきます。火の通りを早くするために小さめの小房状に切っていきます。ブロッコリーを加えるとボリュームと栄養価がさらにアップして満足度の高いエビマヨに仕上がります。次はエビの下処理に入ります。まず殻を剥いていきます。この殻は後でスープとしてお出汁で使えるのでちょっと取っておきます。足の方からくるくると剥いていきます。エビの背ワタを取ることで臭みが抜けるのと食べた時の食感もすごく良くなります。エビの背中に包丁で浅く切り込みを入れ、そしたら茶色い糸のようなものがあるのでそれを引っ張り出します。私は包丁で取り出しているんですけど、爪楊枝で引っ張り出すこともできますし、やりやすい方法で背ワタを抜いていきましょう。では次はエビを洗っていきます。ボウルにエビを入れ、片栗粉を大さじ1、塩小さじ1/2、水を大さじ1入れて手でよく揉み込みます。こうしてしっかり洗ってあげることでエビの臭みが取れるのでエビマヨがとっても美味しくいただけます。ある程度揉み込めたらザルにあげて水で洗い流していきます。ここで洗い終わってもいいんですけど、私はしっかり臭みと汚れを抜きたいのでもう一回この工程をします。もう一度ボウルに移し、片栗粉を大さじ1、水を大さじ1入れます。2回目は塩は入れなくて大丈夫です。よく揉み込んで、もう一度ザルにあげ、水で洗い流していきます。洗えたらキッチンペーパーでしっかり水分を拭き取ります。そして仕上げにお酒を大さじ1杯振りかけて、エビの下処理完成です。ではここでエビの殻で出汁を取ったスープをちゃちゃっとご紹介しちゃいます。エビの殻にもとっても栄養が含まれていて、中でもキチンという食物繊維はダイエット効果、疲労回復効果が期待できて、カルシウムも豊富に含まれているので、ぜひスープにして丸ごとエビの栄養を摂取していきましょう。でエビの殻もさっきの身と同じ工程で2回洗っていきます。洗った殻を鍋に入れ、水を2カップと酒を大さじ1入れます。火にかけて煮立ったら蓋をして弱火で20分から30分ほど煮込んでいきます。 2,30 分したらスープはザルでこし、殻は除きます。そしてスープの食材を入れ、今日は舞茸を使いました。あとはお塩と醤油とオイスターソースを少々入れて一煮立ちさせたらスープの完成です。糖質オフで衣を作りたいのでおからパウダーを使って作っていきます。まず卵を1個、一旦溶きほぐします。おからパウダー大さじ1杯入れます。塩も1つまみ。本来のエビマヨは片栗粉や小麦粉をたっぷり使って衣を作っていくんですけど、おからパウダーを使って糖質オフに作っていくのが今回のポイントです。とっても美味しかったのでこの作り方ヘルシーでお気に入りです。これだけでも結構糖質ググッと下がっていきます。衣ができました。マヨネーズソースを作ります。本来だったら
マヨネーズ大さじ3、4杯入れちゃうんですけど、今回は最小限の大さじ1杯で作っていきます。漬けりヨーグルト入れます。ケチャップは小さじ1/2杯、そしてラカントを小さじ1とさらに小さじ1/2入れます。こちらはお砂糖でも大丈夫です。ラカントは血糖値を急上昇させにくい甘味料なので、太りづらく体に優しい甘味料になってます。ダイエット中のお砂糖の代わりとしてとってもおすすめです。そして最後に塩を 2,3 つまみほど入れて混ぜ合わせてソースの完成です。それでは先ほど作った衣にエビをしっかり絡ませて、残りの衣もブロッコリーで絡ませていよいよ焼いていきます。少ない油で大丈夫です。弱火か弱めの中火にして焼いていきます。トータルで3分くらい焼いていきます。なので片面 1-2 分焼きます。エビは火の通りが早いので2-3分でサクッと焼き上げるとプリプリな食感に仕上がります。エビの赤色は超強力な抗酸化成分であるアスタキサンチンの色なんですけど、それには美肌作りや脂肪を減らす効果、あとは目の疲れも軽減してくれたり、アンチエイジングの効果もあったりと、栄養価が抜群の食材になっています。高タンパクで低脂質でもあるので、ダイエットや健康生活の上でぜひ取り入れていきたい食材です。裏返します。おお、いい焼き色です。裏返したらあとは 1-2 分焼いて焼き上がりです。こんな感じでエビを立てて側面なども焼いていきます。焼けたので引き上げます。では続けてブロッコリーも焼いていきます。ブロッコリーは蓋をして3分ほど蒸し焼きをします。ではブロッコリーを蒸している間にさっきのエビを温かいうちにマヨソースに絡めていきます。味の絡まり具合が良くなるので熱いうちに絡めていきましょう。ヘルシーなマヨソースなのでたっぷり絡めます。美味しそう。ブロッコリーもこんがり焼けたので絡めていきます。来たので盛り付けます。エビの殻で出汁を取ったスープ、わかめも入れちゃいます。エビマヨ、残ったソースもしっかりかけます。できました。はい、こんな感じでエビマヨが完成しました。私のワンプレートランチ完成しました。早速いただきます。エビの殻で出汁を取ったスープいただきます。自然の出汁なので優しくって美味しいです。最近ハマってるナスの南蛮漬けも、冷めないうちにエビマヨもいただきます。美味しそう。エビがすっごくプリプリに仕上がってて美味しいです。プリプリでびっくりしました。美味しい。水切りするとチーズのような仕上がりになるので、マヨネーズが少なくてもとても濃厚に仕上がってます。ブロッコリーも、ブロッコリーもサクサクで美味しい。しっかりソースと絡まってとっても美味しいです。甘さもしっかりあるのでみんな大好きな味になってるんじゃないのかなと思います。エビマヨとっても美味しくできたので、ぜひ皆さんも作ってみてください。
私のチャンネルでは食事改善のみで13キロ痩せた経験をもとに食べて痩せる私のおうちご飯を作ってご紹介しています。ダイエット中に食べたいけど高カロリーや糖質が高くって我慢してるっていうような料理を糖質オフでヘルシーに工夫して作るのがとっても好きなので、ダイエットや健康を目指されてる方の少しでも参考になったらとっても嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。インスタグラムのフォローも待ってます。